アラスカの秘境を味わいたい。アメリカ合衆国の北西部に位置するアラスカ州は、壮大な自然景観が広がる秘境として知られています。氷河や山、森林や湖、野生動物など、アラスカには数多くの魅力があります。そこで、アラスカの秘境を味わいたい方に、おすすめの観光スポットを紹介します。1、デナリ国立公園。アラスカ最高峰のデナリ山、旧名マッキンリー山を中心に、約2万5000キロメートルにわたる広大な自然保護区が広がるデナリ国立公園は、アラスカを代表する観光スポットです。ハイキングやマウンテンバイク、キャンプなど、ようなアクティビティが楽しめます。2、グレーシャーベイ国立公園。アラスカ東部にあるグレーシャーベイ国立公園は、氷河やフィヨルドが広がる美しい景観が特徴です。シーツやブルー、マーグリットといった氷河を船で見学したり、ハイキングを楽しんだりすることができます。3、ケナイフィヨルド国立公園。アラスカ南部のケナイ半島に位置するケナイフィヨルド国立公園は、雄大なフィヨルドが広がる観光スポットです。カヤックやキャンプ、釣りなどアウトドアアクティビティを楽しむことができます。4、ベアーパウ国立保護区。アラスカ中央部に位置するベアーパウ国立保護区は、ブラウングリズリーやカナダムーズ、ヘラジカなどの野生動物が生息する自然保護区です。トレッキングやキャンプを楽しむことができますが、野生動物には十分注意が必要です。アラスカには、これら以外にも魅力的な観光スポットがたくさんあります。自然を愛する方、野生動物を見てみたい方、アクティブに過ごしたい方に、おすすめの秘境です。